ビッグやおもちゃをたちとピクニックに行くんだけど、ソニックたちもどうかしら。ピクニックか。行きたいのは山々だけど、なんか怪しいグランプリレースの招待状が届いてね。テイルス、ナックルズとそこへ向かっているところなんだ。グランプリレースの招待状？私たちには何も届いてないけど。ほほほほほ、君があの有名な青いハリネズミ君だね。我が輩の名はドドンパ。今回のグランプリレースを取り仕切る者じゃ。本当に君が最速なのか、ぜひ証明してみせて。もちろんソニックは最速だよ。ところで、そのグランプリレースってどういうレースなの？届いた招待状には詳しいことは何も書いてないけど。諸君らは細かいことなど気にしなくてよい。重要なのは、諸君らは仲間と共にチームを作り、我が輩の持つ最先端テクノロジーを駆使した最速マシンで優勝を目指せばいいんじゃよ。どうじゃ、挑戦してみたくなったかの？なんかはっきりしないのよね。それに喋り方といい、言ってることといい、どことなくエッグマンっぽくない？ああ、どこの誰かもわからねえが、見るからにうさんくさい感じがするぜ。まあ確かに怪しいけど、ドドンパの言う最速マシンってのには興味がある。どんなすごいマシンでレースできるのか見てみたくないか？とりあえず行ってみようぜ。何かあっても俺たちなら大丈夫さ。賢明な選択ですな、青いハリネズミ。さあ、そうと決まれば我が輩の船に乗って出発じゃ。第一レースを行うプラネットウィスプへ。なんか面白そうだな。僕も一緒に行っていい？もちろんだよ。君のような大きな猫くんのデータも欲しいところだったんだね。いくら行くなら僕もついてきちゃおう。エミも行くじゃお。これでエミーたちもチームとしてレースに参加できるね。僕たちのチームといい勝負ができるんじゃない？ほほほほ、ようやく準備は整った。あとはレーサーじゃな。よし、始めようか。グランプリレース初戦の舞台となるウィスプサーキットへようこそ。なあ、優勝すればレースで乗る自分のマシンをタダでもらえるって話、本当なんだろうな？だったら絶対負けられねえぜ。考えすぎかもしれないけど、なんか怪しいんだよね。本当に大丈夫かな。私たちのチームワークを見せるわよ。準備はいい？ビッグ。大丈夫だよ。いいと思うよ。さあ、こうぜ。クール。
くん、ご苦労じゃった。最初にしてはまずまずのレースじゃったぞ。しかしまだグランプリレースは始まったばかり。果たして何人が最後まで残れるかな。その変な笑い方、まるでエッグマンじゃないの。なんだか怪しいわね。勝つも負けるもマシンはチューニング次第じゃぞ。ねえみんな、やっぱりこのグランプリレースなんだかおかしくない？普通突然現れてこんな危ないレースに私たちを参加させるなんて、どう考えても怪しすぎるわよ。僕もエミーに同感だね。この高度なテクノロジーが施されたマシンといい、計算されて作られたレースコースといい、一人でできるようなことじゃないと思うんだ。エッグマンが裏で絡んでるんじゃないかな。そうかな。僕には悪い人には見えないけど、だってこんなにかっこいいマシンを貸してくれるんだよ。そこの大きな猫くんよ、我が輩のマシンが気に入ったのなら後でカスタマイズしてはどうじゃ。カスタマイズ？何それ。カスタマイズとはマシンを自分好みにチューニングすることじゃ。今はまだできんが、レースを続けて隠された鍵を手に入れればいずれできるようになるじゃろう。レースを続ければ他にもいろんな発見があるはず。中には危険なものがあるかもしれんの。ほうほうほう。でもマシンを可愛くできるカスタマイズも魅力的なのよね。いいね。危ないじゃないか。
なか楽しかったな。自分の足で走るのもいいが、こいつを運転するのもクールだぜ。お魚釣るのと同じぐらい楽しいね。グランプリレースが楽しいってことは否定しねえけどよ、どうにも腑に落ちねえんだよな。僕もだよ。このマシーンに使われているテクノロジーはかなり高度で、エクマンの技術にも匹敵するほどなんだ。それに、なんでドドンパは僕たちを競わせるんだろう。僕らには言えない秘密の企みがあるとか。もしくは金持ちの道楽か。だな。道楽？そうかもしれんの。諸君らのレースは我が輩を十分楽しませてくれておるぞ。さて、そろそろ次のレースを始めようかの。チームワークとは苦しい状況の中で磨かれていくものじゃ。へっ、準備万端だぜ。ヘイルスの言ってた通り、ドドンパのレースマシンは確かにすごいわよね。みんな性能は同じなのかしら。レースマシンには3つのタイプがあるみたいじゃお。エミーのマシンはトップスピードが高いスピードタイプで、リクのマシンはどんな障害物もへっちゃらなパワータイプ。タイプによって性能が違うのね。その通りじゃお。そして僕が乗ってるのがどんな道でもスイスイ進めるテクニックタイプ。リングなどを吸い寄せる効果もあるじゃお。なるほどね。すごくわかりやすい説明だったわ。ありがとね。お役に立てて嬉しいちゃお。グランプリレースの開催じゃ。仲間と協力しチーム同士で競い合う。
ブーストフルパワー。ここなら大丈夫じゃない。オーブン。チャージさせてもらったぜ。
オトップギアだ。そう、何か見つけたらすぐに教えてね。誰とお話ししてるの？あ、独り言だよ、独り言。うん、そうか、わかるよ。僕もカエル君がいなくなった時、一人でおしゃべりしてたからね。